はい、ということで、もうね、声色聞いてもらったら分かりやすいと思うんですけども、状況適応能力がナーフされました <laughs> 朝5時まで拍手したろか。ということで見ていきましょうか。すいません、かかり気味で噛み散らかしたんでちょっと読み直します。プレイヤーカード。まあこれは前々からくるくる言われてたやつですね。なんか自分のそのアイコンとか、 ま、そのバッチっていうんかな。まあ、それを装飾できるような機能が売るらしいですね。ここに書いてありましたね。えー、他の装飾アイテムと同様に、イベントリーフとログイン報酬、プロモコードなど、様々な方法で入手できます。うん。これちょっとま、BTB で見ていきたいですね。はい。えー、トリックスター。トリックスターも事前情報ちょっと得たんですけれども、なんか移動速度がですね、これ4.6になるらしい。 マジでびっくりした。こうかなスピード感、えー。ナイフの投げの、んナイフ投げの速射に合わせてトリックスターの移動速度について見直しました。今後トリックスターの移動速度は4.4メートル毎秒から4.6メートル毎秒に変更されます。えー、これで他の、えー、高速系達人機と同等になるほか、結果的にトリックスターの脅威範囲も24、あ、まあ、これはあれか。デス,スリンガーと一緒か。 移動速度4.6か。なんか他にもてこ入れ入ってそうやな。ここ見といた方がいいか。えー、速射待てよ、えー。トリックスターが他の遠距離系殺人鬼と異なる点がペースの速い攻撃ということを踏まえ、今回のアップデートでは速射に焦点を当ててチーム一同で考えました。ナイフを大量に投げるよりも効率的なことは何だろう。そこで出た、えー、結論は、さらに大量のナイフを投げることでした。 なるほど、ナイフの本数上げたんかな。今後、トリックスターを投げるナイフの本数は、デフォルトで1秒に3本から4本に変更され、1本投げるたびに投げる速度が上昇する効果は廃止されます。なるほど。まあ、デフォルトの速度を上げる代わりにってやつか。えー、また、生存者に対し高鋭さを保つため、メーターを6段階から8段階に。えあこれ、言わない ?6 段階から8段階。上限低下が開始するまでの、 時間を15秒から10秒に短縮します。つまり、列車オメーターはこれまでと同じ速度で進行するもの、ナイフを避けることができれば、その恩恵は少しわかんねえ、これ。実際やってみてわからんな。最後にナイフの連射値の反動についてですが、特にコントローラーを使用するプレイヤーにとっては、扱いづらく感じる人もいたと思います。そこで、この反動を完全、お、良かったやん、これは。 これでナイフ投げの操作性が向上し、外すか外さないかは人へに自分の腕次第という話になります。言い換えると、これからはナイフを外しても反動を言い訳にできなくなるということです。なるほど。で、メインイベントが、えー、チャージに必要なナイフの本数を30本から6本、えチャージに必要なナイフの本数を30本か6本に変更。持続時間を10秒から5秒に減少。 これ読んだ方がいいんかなメインイベントでは、さらに多くのナイフをさらに高速で投げることができます。ただし、発動するには相当数のナイフを投げる必要があるのと、チャージにも数回の追跡が必要になります。殺人鬼としてはレア度が高く、特別感がありますが、一方で、ようやく発動したタイミングで、攻撃を食らってしまった生存者からしてみれば、運の悪さにテンションが下がってた。ははははは <laughs> なるほどね。まあ、そうみたいですよ。まあ、とりあえずなんかアドオンの調整も入ってるけど、まあ、これやってみんとわからんな。まあ、これに関してちょっと PTB が来たらやってみようかなと思います。はい。ま、あこれ、強化がなんか、あの、弱体なんかちょっとわからへんな。やってみないとわからないって感じですね。で、ちょっとメインディッシュ後回しにしといて、喜びの庭。これリワークかな。もっと多くの喜びを感じてもらうために、マップ喜びの庭については、集めた意見を精査した結果、ゲーム性の改善に向けて、 今回のアップデートで一連の変更を行うことをしました。まず注目したのは、花火湯大きい家の窓枠です。という,うってことかなこれまでは、複数の有利な、どちらがサバイバーってことかな有利な窓枠のおかげで生存者が距離を稼ぐことが可能だったため、乗り越えを行うたびに追跡がだらだらと長引くという問題がありました。 そこでこの建物での追跡を後編するために、これらの窓枠と破壊可能の壁の、ん破壊可能な壁のレイアウトの見直しを、お、よかったんちゃいますかねえ、たでは悲しみの庭という風に言われてましたが、次にいくつかのパレットループのバランスを調整して、それぞれの距離を近づけ、変わる地点、ま、交わる地点か、交わる地点を生存者にとってのベストスポットとし、殺人鬼や追跡を楽しむというような仕様にしました。 まだ特定のループ地点を整理して、でもこれに関してはね、見てみんとわからんね。まあゴ、ボルゴもあったように。まあ、基本的にこういうのって、見てみんとわからへんのが多いんで、まあ、マップも見ていきましょうか。はい。えー、レッドフォレスト。まあ、これも調整ちゃいますかね、えー。レッドフォレストにはマザーズ・ドゥエリングとジョーザの神前というマップがありますと、えー。この2つのマップについては同じような意見があったため、ゲーム性の改善に向けて、これらのマップにも一連の変更を行うことにしました。何よりも、 先に取り掛かったのはマップの大きさです。あ大きさか。なるほどね、えー。これらのマップのサイズはゲームの中でも最大級ですが、殺人鬼が生存者を見つけるために端から端まで移動するのに、とにかく時間がかかるという問題が起きていました。そこで今回は他の領域に合わせて、両方のマップの大きさを縮小します。なるほど。えー、2つ目に様々なパレットループの地点を見直し、見てすぐにループであることが判別できるよう、周辺に生えている植物の量を減らしました。 えー、今回の開発チームアップデートは以上です。この記事に掲載された内容はいずれも来週11月9日に開始予定の PTB でお試しいただけるほか、数週間以内にアップデート版がすべてのプラットフォームにて実装される予定です。皆様のご意見を楽しみにしておらということで、さあ見ていきましょうか。えー、待ちに待った状況適応能力。まあこれもナーフっていうふうに書いてあったんですごい楽しみなんですけれども、どんなナーフが入ってるか見ていきましょうはい。 ということで、えー、状況適応能力。少しの加速でも、えー、使い手によっては大きな差を生み、生存者の一部を捕まえるのがとても難しくなります。せやな。状況適応能力は、生存者が負傷すると、すぐに発動するため、大抵は回避できません。より公平で、かつ殺人鬼側に対策の余地が生まれるように、迅速効果を得るための条件を追加しました。はい。 他の生存者を治療すると、6、8、10秒間の我慢効果を得る。まあ、これは変更なし。深手状態の時、走る速度が3%上昇する。この効果が使えるかは、ん深手状態の時。不傷じゃなくて。深手状態の時、走る速度が3%上昇する。 この効果が使えるかは以前よりずっと状況次第であるため疲労状態でも効果を得られるように変更しました。この変更により殺人鬼は生存者不可手状態にするのを避けることで走る速度が上昇する効果が発動するのを完全に避けられる可能性があります。さらに生存者側は迅速効果を得るため不可手状態となることを狙うために 前者の効果を使い、両方の効果を紐付けて使うこともできます。えどういうことこれ。これ、リージョンめっちゃナーフクってないえつまり、あのー、自分の行動、まあ、自分の行動じゃねえや。なんて言ったらいいんだ。自分のスキルが、自分のメインスキルが、あの、深手に直結するようなキラーは、あの、間接的にナーフされてないてか、ま、リージョンは、リージョンメタなんか、 で、疲労状態でも効果を得られるように変更しましたっていう時点で、まあ、疲労パークとの併用も可能だから、まあ、デッハ状況適用っていう風なパーク構成になるんかなまあ、使うとしたら、まあ、デッハじゃなくてもいいけど。これってさ、あの、運営は僕に対して挑戦状叩きつけてきてるんですかねもうこんなんリージョンメタやんか、完全に。えだよな。今までやったら、あの、疲労状態、え ヤンキーやんこれえ俺状況適応能力がナーフされるって聞いてもうスキップでパッチノートを開けたら何これリージョン超絶メタやんこれいやでもね実際あのやってみんとどれぐらいきついんか分からへんねんけどまあリージョンはまあそうだなえー、っとでもどのような構成にしても基本的に相手を深ぜ状態にすることがあるから で、ちょっと待って、これ、リージョンの超絶メタやん。だって、リージョンって基本的に、今、その、狂乱のみでダウン取り切るのが、結構難しいんですよ。てか、まあ、ほぼほぼ無理かな。うん。まあ、腹音量とかで、まあまあ、ワンパンもあるけど、でも、深で逃げた瞬間に、まあ、疲労状態でも、まあ、そもそもで手やたデッ Z ハート打たれへんけど、疲労状態でも、あれだよね、その、深手で,である限りは、 走る速度が3%上昇するでしょう。で、これ実際リージョンのチェイスに置き、置きん当てはめてみたときに、サバイバー殴る。で、狂乱で落とされへんから、狂乱解除する。ってなったら、通常殴りでダウン取るような構成は基本全部死ぬような。だって、追いかけてる、継続してるサバイバーは、基本深で状態やから、常に3%、まあ、状況適応能力が入ってる状態でチェイスせなあかんってわけやろ。 めっちゃきついですやん。なんで俺もうめっちゃ、ちょ、俺もうスキップでこのパッチノート見たって。もうこれ運営さんなんか挑戦状っすか僕に対する。全リージョンユーザーに対する。これはやられたわ。うわ、ちょ、っと待ってめっちゃやられたこれ。どないしましょう。いやでもね、全体的な徒歩キラーの、あれに、まあ、全体的で見たらこれ、 ナーフなんだけどななんでこれリージョンの超絶メタなんこれ。これめっちゃリージョンユーザーきついですやんか。あー、これ複雑やな、マジで。まあ、状況的よ、ナーフはナーフやけど、リージョンにぶっ刺さってるんよ、これ。ちょ、どうしよう。これみんなどうするうわ、俺めっちゃ複雑や。ちょっとみんなこれコメント欄で意見ください。え俺め、喜んでいいんか喜んであかんのかわからん。めっちゃ複雑やわ。 でもリージョンマジでこれしんどいやん。うわ、マジ複雑や。めっちゃ複雑。なんかもうわかりやすくテンション下がってるやん。マジか。マジか。